が遅れてすみません。私の名前はリコと申します。このディープログと呼ばれる電脳世界のもう管理人といったところでしょうか。フレイヤさんのお名前は、素敵なお名前ですね。お名前を伺った後で言いづらいのですが、あなた様は私たちにとってずっとゲームをプレイしてくれる大切なプレイヤーさんなのです。先ほどもロックマン X をプレイしてくれましたよね。なるほど、そうそう。プレイヤさんって呼ばせていただきますね。早速ですが、まずはこちらのステージのデータ修復をお願いします。今私が呼び出せるハンタープログラムはタイプ X です。 X を操作し、イレギュラーデータを撃破してください。撃破すれば修正は完了となりますので、そうそう、先ほどまでフレイヤさんがプレイしていたロックマン X のあのステージです。いやいや、いきなり言われてもって思いますよね。操作方法は私がナビしますので、とりあえず動かしてみましょう。フレイヤさん、そうそう、イレギュラーデータに対して斜めの方向に自動ロックオンしたんですが、見てくれてましたか。これは修正作業効率向上のために研究を重ねた結果実現したこの電脳世界独自のシステムなのです。いきますよ。
登場しないはずなのに、やはりデータに異変が起きているようですね。フレイヤさん、私の目に狂いはありません。はい、すごいです。このイレギュラーデータがバグの原因みたいです。直ちに撃破してゲームデータの修正を完了してください。そう、プレイヤーさんがやるのです。どこか別のゲームの電脳世界でもやってました。やっぱり私の目に狂いはなかったみたいですね。この調子でどんどん行きたいところですが、ちょっとベースに戻って休憩しましょう。その後にこの電脳世界 D プログのこと、もっと詳しくご説明いたしますね。これからもよろしくお願いします、プレイヤーさん。さあ、ここからが本番。プレイヤーさん、ま、そういうやつです。頑張って挑戦してみましょう。大丈夫です。頑張ってくださいね。やあ、それ、やあ、行くよ、それ、当たれ、へい、当たれ、へい、や、や、へい、や、や、あれ？おめでとうございます。そう、プレイヤーさんがやるのです。やっやっやっ、いくよ、へい、やっ、あたれ、それ、覚悟しなよ。レディー、逃がさないよ。へい、当たれ、それ、
ここからが本番。本番。レディー。逃がさないよ。それ。いや、当たれ。それ。いや。いや。いや。当たれ。休憩しましょうか。
覚悟しなよ。レディー、逃がさないよ。大丈夫です。頑張ってくださいね。次行きましょう。